こんにちは、おもチャンネルです。さあ、ここがね、はい、こちら見ていきましょう。さあ、今月も残念ながら廃盤になってしまうね、トミカたちです。いや、もうね、ほんとね、まあ、YouTube とかでこうね、動画出してたりすると、まあ、紹介した時のね、こう記憶が本当ここ最近かのようにね、こう蘇るんですけど、まあ言ってもね、本当最近出たばっかりっていうね、印象があるね、トミカたちばっかりがね、今回ね、また廃盤になってしまいますんで、いやー、どれもなんかちょっと思い入れ深いんですが、さあさあ、それではね、ちょっとね、一つずつちょっとね、順番にね、見ていきたいと思います。いや、もう本当に全部早いね。じゃあ、とりあえずここからいきましょうか。はい、まずね、一つ目ですね。はい、こちらがですね、ナンバー48番のヒノプロフィア葛飾トラックです。はい、こちらね、登場したのが、2019年の8月の17日の土曜日になりますね。まあ、なので、今から、まあ、約3年前かな。大体約3年前にね、登場したトミカになるんですけども、まあ今回も残念ながらね、廃盤になってしまいます。で、今回ね、入れ替えでちょっと新登場するのが、はい、こちらですね。エスズエルフのね、ミッキー&フレンズトラックですね。素敵なトラックが登場するんですが、今回ね、もう葛飾トラック、ね、タカラトミーといえばもう葛飾区なので、残念ながら、ね、廃盤になっちゃいますが、もしね、動画見てね、気になった方はね、ちょっとこちらお早めにね、買っておいてください。ちなみに、ギミックはね、後部のパネルのね、開閉となっております。さあさあ、それではね、ラストにね、ちょっと、チェックしておきましょうね。もう本当に良きトミカでございます。もう紹介したのが今から本当3年ぐらい前って思えないぐらい、もう直近のね、もう僕のなんかちょっと記憶になりますけども、はい、ちょっとざっくりとね、見ておきますが、まずフロント、はい、こんな感じの顔ですね。もうヒノプロフィアの堂々としたこのグリルね、もうしっかりできておりまして、で、上の部分には葛飾区のマーク、そして葛飾区のね、文字が書かれてますね。で、側面見てみると、はい、こんな感じ。側面のね、デザインは全てシールになるんですが、はい、このようなこう実際の写真ですね。あとお花ですかね、これが葛飾区の確かお花だと思うんですけど、このようにね、デザインが入っておりまして、で、後ろの部分はシンプルに、はい、こんな感じで、反対側のね、側面、はい、こちら側にもね、葛飾区にちなんだね、写真などがね、このようにね、書いてあります。まあ、本当に葛飾区の方ね、羨ましいですね、こういうトミカがあったっていうのはね。で、上見てみると、はい、こうなってて、で、そこの部分は、はい、こんな感じです。で、この車のね、ギミックの方ね、後部のね、パネルの開閉ですね。はい、このようにね、両方ともパカッとこうね、開くね、形になっております。ウィング形状ですね。非常に素晴らしいトラック、今回ね、廃盤になっちゃいますんで、もし気になった方はぜひね、お早めにね、買っておいてください。さあ、それでは、ね、続いてのね、廃盤車両を見ていきましょう。それでは続きまして、はい、こちらね、2代目ナンバー91番のココ一番屋キッチンカーになります。はい、こちらもね、発売されたのが2019年ですね。さっきのね、葛飾トラックより少し前になりますが、2019年の1月の19日となっておりますね。まあ、こちらもね、3年以上は、ちょっとね、レギュラーのラインナップをね、飾ってくれました。ね、素敵なココイチのトラック。もうこれもほんとなんか最近ね、紹介したっていう記憶になりますよね。2019年だから言ったら、まあ、コロナとかほんと始まる前の年ですもんね、言ったらね。2019年の年末ぐらいからね、ちょっといろいろあったんですけども。で、こちらね、ナンバー91番、新しく登場するのが、シボレーコルベットになります。こちらはね、初回特別賞もね、同時にね、発売されるんで、まあ、楽しみなんですが、これもね、まあ、非常にね、いいね、車両かな。廃盤になってしまいますんで、気になる方はお早めに。で、ちなみに、スケールは64分の1で、ギミックはサスペンションと窓の開閉となってますね。さあ、では、こちらの方も見ていきましょう。よいしょー。ねえ、素敵なココイチ、カレーが食べたくなるような素敵なトミカです。さあ、ではね、くるっと見ておきましょう。まず、はい、全体はざっくりとこんな感じ。いいですね、この車両。実際にちょっとね、見たことないんですけど、一回ぐらいちょっと見てみたいですね。見たら絶対カレー買っちゃいそうだね。で、まずね、フロントね、こんな感じです。ヘッドライトはこのようにクリアーパーツで、上の部分にはここ一番屋のね、ロゴマークとかね、文字が書かれております。でもね、ほんとこうちょっとこうカレー色っていうか、ココイチのこのね、言ったらイメージカラーですかね、このようなね、まあオレンジっぽいカラーですね、全体を占めておりまして、で、側面ですけども、こちらが一応ね、この上の部分以外はこれシールになるんですが、はい、ここ一番屋のね、ロゴとか、あとカレーのね、写真がもう大きくね、描かれてますね。はい、これカツカレーかな、とても美味しそうですね。僕ココイチで言うと、このチキンカツカレーが僕好きですね。ですね、本当にお腹減ってきました、はい。で、後ろもまた、ここもね、お腹の減るデザインですね。シールなんですが、まあココイチのね、ロゴと、はい、カレーの、ね、写真がね、このように書いてあります。で、反対側もね、同じようにロゴとカレーですね。もう本当に明日はカレーだな、これ。ね、こんな感じになっておりまして。で、上から見てみると、ルーフはシンプルですね、こんな感じ。
で、そこの部分は、はい、このようになっております。でこちら、車両自体は、タングエースとなってますね。でこちらね、ギミックですが、サスペンションと、あとここのね、窓のパーツが開閉できるような、ね、形になってます。で中は、特に今何もないんですけども、窓ですね、窓が一つあるといった形ですね。セキュラギミックとサイド、とてもね、もう全体見る限りも本当カレーが食べたくなるようなね、素敵な車両になっておりました。ということで2つ目ですね、ナンバー91番のここ一番屋キッチンカーでした。これもね、本当美味しそうな車両ですね。美味しそうな車両っておかしいですけども ねこちらも廃盤になっちゃうので、気になる方はお早めに。では続いての車両行ってみましょう。では続いてね、はい、こちらやっていきましょう。ロングトミカも廃盤になっちゃいますね。こちらナンバー123番の富士急ハイランドドドドンパになります。もうこれは出た時、まあ、本当あの衝撃を受けたねことがね、記憶に新しいんですが、これも廃盤になっちゃいますね。でも結構前なんですよね、2018年に登場してるんですね。発売日は2018年9月の15日になってるんですが、まあ、言ったら4年ぐらい前なんですね。いやもうそれぐらい経つんか、早いな。まあでもね、ほんとジェットコースターのね、ロングトミカで結構な、まあ異色なね感じで、いやもう出た時ほんとね、ちょっとびっくりしたね。でこれもうほんと好きなトミカなんで、ちょっと予備買っておきました。はい、ほんと気になる方はもうぜひぜひお早めに。でこちら123番、入れ替えに一応ね、こう新作がね、まあこれも素敵です。ガリガリ君のねトレーラーなんですけども、まあこちらも非常に楽しみですがね、ジェットコースターもなくなっちゃいますんで、ほんとお早めにですね。で、スケールの方は59分の1ね。でギミックが本体の角とレールの取り外しといったね、もうね、今後現れるかどうか分かんないこのねギミックですね。レール取り外しね素敵なギミックですが、さあさあそれではよいしょね、こちらもねちょっと名残惜しいですけどもね、ちょっと楽しんでいきましょう。まあなくなるって言っても売り場からなくなるだけで、まあ、僕の手元からなくなるわけじゃないんですけども、なんかね、まあ、あんまり見なくなるってなるとほんと寂しいですよね。おなんか懐かしいな、あの時のこの衝撃が。はい。にしてもよくこんな、もうほんとね、すさまじいロングトミカというか、もうこれはカーなのか車なのかって思っちゃうようなね、車両ですよね。もう車両って言っていいのかな。うん、ね、ほんと今見ても改めて見てもすごいですねこれね。はい、まあこんな感じでね、ロングトミカになっておりましてね、もうここにはね、ドロンパのものですね。ちょっと実際はね、僕正直乗ったことないんでわかんないですけどもね、いやもうジェットコースター感はもう本当にあのめちゃめちゃありますね。ね、で座席は2シートずつですかね、これが4列あって、先頭はこんな感じで、側面は前の方がこれがブルー濃いめで、後ろがこれ薄めのブルーですね。まあこんな形ですね。すごいですね。でちゃんとこうレールがあって、この部分を稼働することができると。でこれも自体も取り外すことができます。であとはちょっと後ろのとこか、後ろね、はい、こんな感じで、まあテールレンズとかそういった概念はないと思うんでね、まあこんな感じで、反対側の側面ね、はい、こちら側もこうなっておりますね。でこちらギミックなんですけども、一応ねレール取り外し本体稼働っていうのはこれ外して、で本体がこう動くとね、すごいこれくるくる回るこんな感じでね動かせるね、とてもねすごいね、もうトミカですよ、ね、これはなかなかもう出てこないでしょうね、こんな感じのね。うんね、これ専用のレールとかちょっと正直なんか出てほしいなっていうなんか話を当時してたような記憶があります。でこれねちょっと落ち着けるためには全部ねレールに入れるわけですが、よいしょ、はい、このようにレールにすべてと、よし、どこだ、ここかね、はい、こんな感じでググッとね元に戻しまして、で箱には書かれてないんですけど、ここのねこの安全バーっていうんですか、これがね確かどっか動いた気がする。あ、これ動きますよ、これこんな形でねこれ動くんですよね。ここだけだったかな、なんか全部動いたような記憶があったんですけど、あ、これだけかな、ここは動いて、でそれ以外はどうだろう、動かないですね。だからこの席だけかな、この安全バーがね稼働するんですよね確か。多分ここか、ちょっと記憶はあんまないですけど、今他引っ張ったところ動かないんで、多分ここだけですね。この座席だけはこの安全バーがねこのようなね上がるねギミックになってるんで、ちょっとこれがサプライズ感があったかな。多分ねこれ発売された時は多分これ気づいてなかったのかな、ちょっと動画見返してないんで覚えてないんですけど、
まあここも動くんで、ぜひちょっと手持ちの方でね、開けたことないっていう人はちょっとぜひ開けてみてください。まあということで、結構なんか魅力的ですよねこれね。うん、まあ車じゃ車ではないけども、本当素晴らしいね。ドリームじゃないけども、本当ある意味あのドリームですよね。ドリームロングトミカといった感じじゃないでしょうか。はい、こちらね123番のね、ドドンパ、こちら廃盤になっちゃうので、気になる方はぜひお早めにね買ってみてください。ではね、続いての車両行ってみましょう。さあではでは、続いて4代目はいこちらですね。今月はねトミカプレミアムね廃盤になっちゃいますね。こちらねナンバー25番のキャデラックエルドラドピアリッツですね。はい、噛みかけましたが、エルドラドピアリッツ、こちらがね廃盤になってしまいます。またねピンクでド派手なこのアメ車ね、これあの割とまだあの売り場には多分あると思うんですけども、まあかっこいいと思いますよ。うん、かっこいいと思いますんで、もし気になった方はぜひぜひねこれね今のうちに買っておいてください。ちなみにねこちら発売されたのが2018年の1月の20日になりますんで、これももうほんと4年生4年ぐらいねレギュラーラインナップをね守ってくれました。でこちらね、今月新作で登場するのがトヨタのスープラになります。まあこれはもうほんと大歓迎なんですが、スープラね発売記念仕様もね出るんで、皆さんね初回と発売記念、ここはもうぜひ今月ねちょっと頑張って押さえておいてくださいね。どちらもかっこよさそうですけども、いやでもねこのキャデラックもこういったねお車もなくなるっていうのは非常に寂しいね。でちなみにこちらスケールがね75分の1でギミックはサスペンションなんですね。さあではではね、こちらもちょっとね寂しいですけども、お別れの時がやってまいりました。といってもまあまあまあ売ってるんで、気になる方はねちょっと買ってみてくださいね。さあさあ、それでねクルーと見ていきましょう。はい、全体ねこんな感じですね。ちょっとねあのルパンがね成功した時に乗ってそうな、まあそんな雰囲気があるような車になってくるんですけどもね、キャデラックかっこいいですね。もうほんと75分の1でこんだけ大きいのってほんとすごいですよね。でフロントねこんな感じですね。まあとにかくこの辺りがもうド派手ですよね。作りがド派手なんですけども、まあ塗装は控えめですね。まあ全体がこうシルバーのね塗装になっておりまして、でボディカラーはピンクですね。まあ明るめのピンクのソリッドカラー、非常に可愛い色です。で座席などは白のね成型色になってますね。で側面見てみるとこうなっておりまして、もう本当にこのねこの後ろのここの部分が、ね、やっぱこうアメ車感というかね、もう本当にキャデラック感っていうんですか、言葉が分かんないですけど、はい、もうねとてもいい雰囲気を醸し出しているかなと思います。で後ろテールですが、はい、こうなっておりまして、こちらもですねなかなかまあ派手なね構造になっておりまして、レンズの部分はね赤の塗装の色分けされているんですが、なかなか迫力のリア周りと、で反対側の側面は、はい、こちら側もこうなっております。で上から見てみると、はい、こんな感じで、そこの部分は、はい、こちらねシャーシキラキラこのようになっております。でこの車両ですね、はい、ギミックの方ねサスペンションキラがついてます。いいですねこのフロントのこの沈み具合、素敵ですね。はい、ということでね今月ねトミカプレミアム廃盤になっちゃいます。ナンバー25番のキャデラックエルドラドピアリッツです。もうこれもねまああの結構好みはねまあ分かれるかと思いますけども、素敵でなかなか存在感のあるねトミカプレミアムになってるんで、気になった方はぜひお早めにねゲットしておいてください。はい、ということで今回はですね2022年の6月の新作のトミカがね登場するのでね、まあ入れ替えでね廃盤になっちゃうねトミカたちをちょっとね見ていきましょうか。さあいかがでしょうか。まあ今月は個性強いですね、正直すごい個性強いねトミカたちがね、まあ廃盤になっちゃいますね。もうどれもね後々本当なんか人気出そうな予感しかしないね、素敵な車種のこうラインナップになっておりますので、今ならまだ間に合うと思います。お店とかでねあの在庫とかね多分ねまだね、逆に本当ね最後だから安くね手に入ることもありますんで、動画見て気になった方はぜひねお早めにねゲットしておいてください。で明日のねトミカの発売日、皆さんね特に初回ね志望霊の初回とスープラの発売記念、もうこちらはねちょっとね入手がねいろいろ大変だと思います。であとトミカギフトとかね、あとバックトゥザフューチャーのねアンリビデントも出ますよね。まあそういった車両もねいっぱいあるんで、またね新作のトミカね手に入れ次第ねどんどんね動画にしたいと思いますんで、楽しみにね待っていてください。まあということで、はい、今回はねこの辺りで締めたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様もねチャンネル登録やコメント評価どんどんしますのでよろしくお願いします。あと、ツイッターやね、インスタ、そして最近の話題の公式アカウントの方でね、そちら限定のね、動画も配信してるので、ぜひね、お友達登録よろしくお願いします。では、今回もね、最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いしましょう。ではでは、ごきげんよう。さよなら、バイバイ。